とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、高難易度のデイリークエスト、やっていきましょう。最近俺これ、使ってます。トゥルースシーカーの、蜂が出るやつ、だね。で、蜂をね、強化していくと、いい感じだよって教えてもらったんだけども、今日はね、ここのクエストは、ドラの方がいい気がする。ここ。湿っぽい洞窟。遠隔モブは、ゾンビになるのよ。なので、ウィッチとか、アーチャー系はいないのかな？うん。でも、モブの速度が 50% アップするので、クリーパーが来た時が多分ね、ちょっときついのよ。そこは、蜂の強化じゃなくって、ドラでね、攻撃力をダウンさせて受けていこうかなと思っております。では早速、行こうか！はい、では行こうかね。やっぱりね、なんかね、視聴者の方がね、使ってる装備っていうのはね、ほんと気になるよね。何を使ってるんだろうね。何が流行ってるのかが、全くわからない。おそらく、基本的な性能の高いやつが人気があるとは思うのよね。まあ一番強いってなると、やっぱ締めぐとかかな。どうなんだろうね。わかんないけども。ちょっと、それはね、知りたいところ。俺もね、基本的には、性能の高い、基本性能の高い装備っていうのを、を使いたいなーっていう風に意識はしてるんだけど、出ないのよね。出ないんだよなー、装備が。いや、やっぱこれ楽だな、これ。びっくりした。今気づいたわ。めちゃくちゃ楽。なんで、できれば、めちゃくちゃいいの使いたいけど、その基本性能がいいやつっていうのが、少ないっていうのは現状だね。やっぱり、出ないんだよな。いいやつってなかなか。出ない。狙っても。で、そこでね、たまたまポロッと落ちたのが、基本性能のそんなに良くないやつとか、になるんだよね。でもまあ出たやつだから、まあスキルはいいから使っていってるっていうのが、多いですかね。おいおいおい、ちょっと待て。強制戦闘ウィッチ出るのかい。ちょ、待て、待て。きっつい。いや、でもそれでもやっていけてるところが、なかなかいいよ。あー、固まった。ちょっと待て。ウィッチうざい。ちょっと待て。ウィッチうざい。あっ、いか。ちょっと待て。おい。ちょっと待て。ウィッチが鬱陶しいって。おーっしゃ。もうなんなんこいつら。ちょっと待て。ウィッチやろう。テンポセフトすな。ほんとに。テンポセフト嫌い。よし。だいぶ倒したっしょ。っていうか、ここ俺倒すことほぼないからね。みんなもないよね、ここを倒すことなんてさ。ジャンプするでしょ。久しぶりだわ、こんな。ガッチガチで戦っていくのなんて。よし。いけた。ちょっと危ないところも、あったけども、よう耐えたな。よう耐えたね。やっぱりこの武器強いよ。この武器強い。一発一発でかいから、スパイダーアーマーでめちゃくちゃ HP 回復するもん。これはやっぱりね、超おすすめだね。いける？あ、いいや、ローリングしようかと思ったけど。いいや。やめとこう。これ霊気嫌いだから霊気のやつは先倒そう。よっしゃ。やべ、やべ、危ねえ。やばいやばい。あ、今回のここは、そんなにエンチャントのやつが出てないから、楽だね。くらえ！あ、ダメだ。下にそのまま落ちていっちゃったな。楽勝だったね。楽勝！今回めっちゃ楽勝。全く危ないことなんてない。しゃー。もうクリアですね。楽勝。もう、このプラス25もね、だいぶ楽になってきましたよ。
次のね、アップデート。5月の26っていう噂だよね。お、いいの出たな。それが本当に来るのであれば、楽しみだね。来週か。来週頭。めちゃくちゃ楽しみ。もうガンガンやっていくよ。とりあえず、クリアです。クリア報酬なんだ。おー、いいね。見てみよう。お、デスバーターついてる。デスバーターついてるけども、変更がないな。変更欲しいのよ。雪玉とデスバーターいい。変更が欲しい。うん、変更は欲しいんだ。ここは？雪玉がもともとついてて、クールダウンはある。でも変更がないか。うん、使わないけども、まあ、一応ね、うん、お供え物にすればいいから、取っておきましょう。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。